戦闘開始。ここは僕影にしないようぞ。よっしゃ、いける。いつでも行けよ。
来たな。さっさと始めようぜ、かかし先生。お、気合入ってるな。で、まずは何をやればいいんだよ。まずは君のチャクラの性質を調べるんだよ。チャクラの性質？それってば何？チャクラにはそれぞれ火、水、土、風、雷の5種類の性質があるんだけど。細かい説明するよりまずはやってみるか。まずは軽く手合わせをするぞ。戦いを通してお前の性質を見てやる。了解。なるほどね。で、俺っては何の性質を？お前の性質は風だな。あらゆるものを切り裂く戦闘力抜群のチャクラだ。俺ってばすげえ！いや、まだ分かっただけだから。これから修行してちゃんと使えるようにならないとね。よし、やってやるってばよ。さて、ナルトの性質が風なのであれば、あいつにも協力してもらうか。なあ、おい、そろそろ休憩にしようぜ。ほら、歩きすぎて疲れてんだよ。せっかく2便も借り終わったんだからよ、ちった休んでも罰当たんねえだろ。で、おい、聞いてんのか、カクズ。よくしゃべる。なんだと？今は黙ってついてこい、ヒドン。あのさ、さっき俺が言ったこと聞いてた？お前、まただんまりかよ。うるさい、何度も言わせるな。お前は黙ってついてくればいい。
っていうか、俺ら今どこに向かってんだよ。火の国だ。そこに九尾の人中力がいるらしい。九尾ね。じゃあそいつが新たな邪神様の見えってわけだ。せいぜいもてあそんで苦しめて始末してやるぜ。やる気になるのはいいが、あまり調子に乗るなよ。いつか帰り討ちに会うぞ。おいおい、それを俺に言うかよ。ああ、楽しみだった。第三章、不死の暁。クソ、また負けるとはな。けどな、次は負けないぜ。絶対にお前をあっと言わせてやる。将棋相手ならまだまだアスマに負ける気はしねえな。この野郎、嫌がる。でも今日は珍しい手を打ってきたっすね。棒銀のことか。敵陣突破の先兵、ああいう指し方嫌いじゃなかったっすか。上手相手に玉を守るためには犠牲もやむなしってやつだ。なんかあったんすか。別に何もないよ。ただ今頃になって玉の大切さが分かってきたのさ。そりゃ玉が取られたら終わりっすからね、将棋は。もし木の葉の忍びを将棋の駒に例えるなら、玉が誰だかお前にはわかるか。そりゃほかげだろ。俺もこの前までそう思ってたけど、そうじゃなかった。じゃ誰なんすか。お前も時が来りゃわかるさ。さてと、そろそろ俺は行くわ。なんか用があるんすか。ああ、カカシのやつから野暮用を受けててな。ちょっと演習場まで行ってくる。そんじゃない。